どうも、こんにちは。中野篤です。それでは動画を撮りたいと思います。ロト7予想数字発表する前に、皆様に謝罪しなければいけないことがあって、それは、コメントの返信全然できてないことです。コメントくれるのは本当にありがたいというか、感謝しかないんですけど、ただ、自分自身全然コメントの返信できてないんで、そこは本当に申し訳なく思っています。前々から思ってたんですけど、本当に申し訳ないなーって、思ってたんですけど、そうですね。ただ、体調があんまり良くないから、なかなかコメントの返信ができないっていうのもあるんですけど、それでもやっぱり申し訳ないっていう気持ちは強いです。だから、ロトセブン予想数字発表する前に、皆様に、やっぱ謝罪しないといけないかなと思って、謝罪してます。でも、コメントくれるのは本当にありがたいです。それは本当に嬉しいです。一応、これはもう伝えとかないといけないかなと思って。それでは、ロトセブン予想数字、発表します。一口目、一つ目が3、二つ目が6、3つ目が12、4つ目が13、5つ目が16、6個目が18、最後の数字が37。2口目が1つ目が3、2つ目が6、3つ目が24、4つ目が27、5つ目が28、6個目が32で、最後の数字が37です。これで、この後のロト7、勝負したいと思います。ちょっと長くなったけど、そうですね。これからもなかなかコメント返信があんまりできないと思うんですけど、応援していただけたら本当にありがたいです。結構コメントで救われてるというか、そういう部分もあるんで、コメントも、くれるとありがたいです。なかなか返信は難しいんですけど、これからも応援よろしくお願いします。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。